はい、皆さんおはこん、デビルオーエンジェルカジアンでございます。では本日も、ルローニケンシン十勇士陰謀編続きやっていきたいと思います。皆さん、ご無沙汰しておりません。ちょっとお時間の方が、かなり空いてしまいまして申し訳ないです。で仕事の方が忙しかったりとか、ちょっとワクチン打ったりとかでちょっと体がしんどかったりしましたので、ちょっと、時間が空いてしまいまして、ちょっと今回だいたい投稿前の投稿からだいたい1週間2週間近く空いてしまったと思いますけれども、どんどん続いていくつもりがいますので、どうぞお待ちいただけたらと思います。前回は、こっちですね、こっちの霊山行って、獣勇士の、兄弟ね、チビとバーサーカーを倒したということで割り符をもらいまして、次こちらの下妻町ですね、工場ここじゃねえのという話でここに突入です。ではよろしくお願いします。で、下妻町割り符にはここの場所が書いてあったけど、獣勇士がいるのかしら。そして、皆さん、見て分かった方もいらっしゃるかもしれないですけど、ここね、最初剣心とね主人公が出会った場所ですね。この辺でちょっとね、ポコポコやり合ったところですね。何でいきましょうか。ここは下妻町、町に工場ができ、工場ができた、で発展するのに来たけど何の工場かは分からないと。今日はいい天気じゃの。そうですね、750m。ここが工場ですね。まあ、これちょっと最後に行きましょう。名称教えてやろうか。工場とお寺。町の北に、西にある。どっちも見て楽しいところとは思えないけどな。そうですね。気をつけてね。いや、あなたが溝と巻くのをやめてくれればいいんですよ。どっかに平和な国があったらいいな、ええな、それな。楽園とか道元宮みたいなことばっかり、少しは私のことも考えてほしいな。はいはい。何時間もおるんじゃか。何かおかしい。早く買いなさい。で、いやね、ここは。よっしゃ、鍵の店、小島道、出物でいくか。はい、見ます。桜を白樺、軽く作られた。ああ、そっか。で、代わりのね、こういうとこ上がるから買いましょうか。復古と古い刀流れた。マイナス。やっぱり突拍子ないのが強いんだね。芝田バイトとか。よっしゃー。と言って。とりあえず、代わりは白樺を装備しとこうかな。はい。んで、建物の中に面白いことがあるぞいと。じゃあ秘密、まあ絵から下を見てみる。ということで、ここはね、なんかこう集会所みたいなところになってて、もうこんな感じで、これですね、トランボール。というわけで、で何をもらったかと言いますと、ね、俺紙相撲なんですよ。こんな感じでね、かっけーよー、残ったー。で、ボタンレベルでペーンとやって。で、ポンポン相撲です、完全に。こんな感じで。で、押し出したら勝ちですね。で、相手の、力士がもらえると。というわけで、なんかね、ヤヒコの好感度イベントになってるみたいで、なんか全部やったら、ちょっと、ヤヒコの好感度ってなんかあるとか、なんとか。あのこういうね、交換のイベントのことにほとんど覚えてないんですね。申し訳ないですけど。はい、まあ、説明すると、で丸太を連打して押し出せば勝ちと。ぶつかるとよろけるが、よろけてる間は押さない方がいいと。こちらは方向キーで選ぶ。勝てばわしの騎士をあげるが、負けたらわしがもらうから、そのつもりでなと。そういう感じですね。ちゃんとね、階級とかね、速さを持つ安定性とかもね、結構ね、ちゃんと書いてあるんですね。
速さがもたもたのもたもたよりもそこそこ重さふわピュー多分重さピューが一番軽いかな。安定はフラフラするのはあれかな、ぶつかった時に後ろにのけぞりやすいとかそんなのかな。あ、ちゃうか、あののけぞってる間が短くなるんでしたっけ。なんかそんな感じ、重さがちょっ と後ろに飛びにくいみたいな感じだったんですかね、確か。ふすま海はね、結構ね、足速いんですよ、こんな感じ。結構ね、押したらね、結構飛ぶんですけど、連打したらね、ものすごい挟んでるんですよ、これ。序盤に関しては。まあ、自分的な見解なんですけどね。で、今もらったね、早速ね、その使っていきたいところなんですけど、そこそこふわ、ヘロヘロ、そこそこ。そうですね。これ結構連打したら速いんですよ、これ。こんな感じで。でもね、ちょっとその分ね、重さとかがないんで、ぶつかった時に押し出すのがね、弱いんで、結構グイグイ攻めていかないといけないんでね、一発逆転は狙いにくいですよね。押し込まれるとちょっとかなりきついです。これわかんない。で、そんな感じだったような気がします。で、もちろんここにも、道場でレッツレベルアップ。カタカナで書きなさい。で、同情数が現れる。これは、説明は一緒ですね。上段、中段、下段で仕掛けてきて、対しては、上段、中段、下段で反撃すると。で、ここでは上段必殺技が、覚えられます。で、上段には上段、中段には上段、下段には下段。つまり、中段にだけ勝って、上段、下段は相手を救ってますね。よし、どうしましょうか。ちょっとやりましょうか。で、ちょっと集中します。はい、OK。カルラの方だな。で、香りはね、最初から上中下段を一発ずつ覚えてるんでいいんですけど、まあ、カジとヤヒコは最初からは上段覚えてないんで、まあ、ヤヒコぐらいはちょっと覚えてないですね。カルラはね、ちょっと裏でやっておきます。はい、OK。というわけで、ヤヒコも上段必殺技を覚えました。これはね、ちょっと裏の方でやっておきます。にゃん。西、八幡寺。八幡寺でいいのかな。ここから先立ち入り禁止でございますと。八幡寺入り口、ここのお寺なんですけどね、ちょっと皆さん、見たときにこの僧侶ね、顔がついてますよね。大体顔がついているときは何かしら重要なね、NPC やったりします。というわけでちょっとだけこれ、ネタバレします。ネタバレ嫌いな方、約10秒ほど耳を塞いでおいてください。
これね、男の主人公でしか行けない場所で、裏ダンジョンに行くのに必要な場所です。はい、以上です。詳しくは、まだえってなわけで、じゃそうそう工場の方行きましょうかね。工場行きまーす。工場お話を伺っております。中で遠待ちですよ。誰やガシャ、誰がおんねん。できてんのかーい。この悪意一文字にかけて、よし、よいしょ、よいしょ、よいしょ、バタン、そのレベルアップ。さあ行きましょう。遅かったじゃないか、待っていたよ。なんだと、誰だよお前。私は運のと言えば正体がわかるかな。運のは確かに従業者の一人なんですよ。そして運の、まあ運の六郎さんですかね、確か。君たちにやられたネズや正解、イサ、それに私たちは従業主なのさ。まあイサはね、やられたのは俺のせいじゃないんですけどね。勝手に落ちていきましたから。今の世、見せかけだけの平和に耐えきれず、こうして姿を現したのだ。お前は何をするつもりなんだ。司令塔を取ると、再び我々の世を取り戻す。そのために罪もない人を苦しめて平気なの。罪もない人間などいるものか。人は皆を踏まれながらにして、生きながらにして罪人よ。ならば強い元が弱い者を利用して何が悪い。こんなの理屈じゃねえか。ほう、やる気か、面白い。さあやれさ、今度邪魔のゲソだぞ、勇気。殺す殺す殺す、だそうです。で、今回勝ち抜き戦ですね。さあどうしようかな。直したの、頑張ってみましょうか。俺これ行かせてもらおう。で、カジを入れて、ヤギコ、サーのカマト。さあ行きましょう。かかってこい。どっかにいましたね、こんなやつ。で、こいつも例のごとく必殺使っているので、中段で多分操作できるはずなんで行きます。よいしょ、中段を一発食らいましょう。青さんはね、防御力がクソ高いんで、もう雑魚相手にはほとんどダメージ食らわないと、ダメなんで、食らってもね、たかが知れてます、きっと。かかってチビ。めっちゃチビ。怨霊ソード。強いところあれですね、やっぱり上中下段全部4段ずつ持ってるのが結構強いですね。で、ここで押すの、上がってこい。野生児が出てきましたね。んで、こいつの必殺はね、確か上段技だったんですよ。で、多分下段でね、バッチリ操作できるはずなんですね。これですね、回転剣だ。ね、名前も何ていうか、獅子殺しというね。よし、仕方ありませんね。仕方ありませんね。とか言ってますけど、こいつね、実は必殺だと思ってないんですよ。ただね、ちょっと硬いぐらいの敵なんで、必殺ないぞ、こいつ。カースをくれると嬉しいね。レアアイテムですよ。個人的レアアイテムです。買えないので。
あわわ、許してくれ。ふん、今更命乞いかよ。降参して助けないといけないも期待できないが、しょうがねえな。シャー、むっ、閉めた。あほしい。ってなわけでやられました。それとも左利きが、しがみつかれて逃げ切れなかったのか。それにしても、仲間で負け添いするってさ、根っから腐った奴らだな。仲間は誰が、そこんじを我々と一緒にするな。奴は何か役に立てばと思って拾ってやったまで、生きようが死のうが一向に構わんのさ。なんてやつだ。ブシュキャー、なんだありゃ、あの技、見たことがあるぞ。あれは、逃がすか。てめえら、おい大丈夫かよ。そうか、思い出したぞ。そいつは滅ぼした神爪の里のものだ。神爪の里、生き残りを得たものは、まあいい。家計、ユリ、奴らは死もするんだ。やれやれ、あくまでも人任せですか。ね、この子から正解で戦ってみたやつと同じだぜ。というわけで、そうですね、こいつですね。あの裏からプスッとやったのはこいつですね。正解は殺しのてめえだな。だったらどうだって言うんですか。プシッチ、早すぎる。これじゃ前に飛び込めない。最後ですよ皆さん、来ました。バカな、飛んできた子から叩き落とすなんて。まさかあいつ、まずいですね。これ以上相手が増えてはこちらが不利です。ひとまず引っかいより。みんな無事でござるか。剣心、この少女は、まあ一緒に行動してるんだ。自分の名前しか覚えてないらしいけど、そいつはどうかな。さっきの技とっさに出たりしちゃ完成されすぎてる。何か思い出しかけてるんじゃねえか。それで怪我した土地を運びましょう。話はその後よ。そうでござるな。怪我ついたのね。大丈夫。そう方であんな技持ってるくせに隠してやがって。あれ何なんだよ。どこで覚えたんだ。大丈夫、わからないのね。胃の汚れしないで。すまね。そうだよな、あれは体が勝手に動いたって感じだったぜ。あの動きは古武術の一種だと思うわ。見たことのない方だったけど、同感でござるな。だがまあ、それより今は梶殿の方でござる。体調はもう大丈夫でござるかな。え、なんで名前知ってるんだ。いや、ちょっとした事情があるんでござる。梶殿の拙者を覚えてるでござるか。バッチリ助けてくれましたよね、不良から。そうでござるか。こんな形で再会しようとは思わなかったでござるよ。剣心は前に言ったうちの居候なの。しかし驚いたのは二人が知り合いだったなんて。それはそうと、お前どこ行ってたんで。近くの不審な輩が増えてきたようでござったのでな。ちょっと調べていたのでござる。まさか佐野や薫殿も同じ事件を追っていたとは。なんだあれ、偶然なのかよ。すまんな。あの工場が何やらしい薬を作っているようだったので調べていたのでござる。薬、うむ、暗示にかかりやすくする薬でござる。言葉や光の信号などと合わせて使えば、人を思うままに操れるという。レズたちの使っていた薬だ。そういうことですね。相手の姿がようやくはっきりと見えたでござるな。弟子の力使ってくれるのか。もちろんでございます。ありがたいでござるよ、カジ殿。拙者は日村剣士、流浪人の剣客でござるよ。及ばずながらそなたの力になりたい。いいかな。剣心がいれば百人力よ。おう、その通りだぜ。はい、というわけで、剣心がついに仲間になりまして、主人公カジが、カミツメ流体術を思い出したと。そういえばやつらカミツメの里とか言ってたな。カジのなくした記憶に関係あるかもしれないな。調べてみるか。ユミさんにも聞いてみましょう。この花に見覚えない？あ、地下帝の花ですね。ね、仕事柄、薬草や、草花には詳しいつもりなんだけど、まあ、調べたことない方教えてあげると。看病しているが、何かということがある。神爪の里を聞きましょう。聞いたことがあるような気がするよね。記者の時川さんに聞いてみたら、東京南側の新聞社にいるはずだから。運の様。傷がかなり深いは安静にしないとと。というわけで、ここで、青石様離脱で、剣心が、感じられて、ここまで、しかも剣心はレベルが20。
ね、防具がないと石は高いとだけ装備させておきまして、必殺技もね、竜追戦、竜尾戦、竜昇戦、総竜戦、イカドチ、竜飯戦、つむじ、総竜戦、竜装戦、竜冠戦、飛竜戦、土竜戦とね、もうバッチリ完成されてますね。まあ、ちょっとええ感じになってきたんで、とりあえずは神爪の里のことを聞きね、新武者の方を聞きに行くところまで進めたいと思います。それにしても最近の夏は暑いですね。特に今年は、皆さん体調の方は大丈夫ですか？いや、また上から目線みたいになってますけれども、ね、ぜひともね、水分とかもきっちりとって、こんなにも気をつけてね、喋ってないからやめておきましょう。ここは新聞社だよ、何か妖怪。ここに死者の時川さんがいるって聞いたんですけれど、あ、用心なのが、じゃあ入ってすぐの階段を、上がってくれたまえ、偉そう。これやね、なんだなんだ、まあね、新聞というのは世のために常に真実を書き続けなければいけないんだ。なるほど。私日本語読めるだから英語で新聞作ってもらいたいんだけど、誰に言えばいいのかしら。知らん。新聞社へようこそ。なるほど。ここかな、確か。今の新聞社と堅苦しくない、芸能欄を作って、女性誌、読者を増やそうと思って。ほんほんほん。昨日、脱ぎ先に頭をかぶったままで、個人ってさ、起きたら髪の毛こんなになっちまったよ。普通に日本人やった。喧嘩方が多いだろう。昨日新橋かと思ったら今日は蔵前ってな、ってな具合でさ、ブスのようになったよな。なるほどね。僕の名前は上をつき、日本語は難しいですが頑張ります。おお、頑張れ。僕に座ってるじいさんな、うちの選手とか出てる間に勝手に入って居座っちゃったんだぜ。え、つまりあのな、わし一応編集長なんだけど、みんな仕事しなくていいからそこに座ってくださいっていうのも何もさせてくれないんだ。それであなたは、さっき重要視を語る連中が世間を騒がせるらしいの。ん？何？その真田重視についてもっと詳しく知りたいじゃと？おお、そうかそうか。わしに聞いたのは正解じゃん。ってことでしょ、長いのかな。はいはい。いいわね。真田重要視とは、戦国の師匠、真田幸村の武官のうち、その、どしとした能力で知られる重要を指すのじゃ。軍の穴山などの古株の武将と、猿飛サスケ幸吉かな、などの主に関ヶ原以降の情報誌で知られるのに分かりましたが、今回の舞台である大阪の陣でほぼ全滅してしまったと。しかしサスケ、才蔵をはじめとする数人は雪村と豊臣秀頼を薩摩に出させることに成功という伝説もある。分かったかね、何のこっちゃか。さっき言ってみましょうか ね、明らかに失礼しましたけど、これとか時川さんです。すいませんよ、この時川さんっていうとか聞いたんですけど、あー、時川なら僕ですけど、言われるけど今手が離さないでこのままで話すけど、どんなご用件でしょう。高木恵美さんから聞いて、時川さんなら、神爪の里のこと知ってるんじゃないかって。神爪の里、よくそんなこと知ってるね。そんなことってどういう意味だ。神爪の里っていうのは、遥か戦国時代の昔に暗躍した人間を住んでいた村だよ。戦国時代と。そこの管理なんだってさ。じゃあ、今じゃただの伝説で時代しなかったんじゃないかって言われてるし、詳しく知りたいなら資料室に行ってもらうと。伝説なわけないよな。女優氏のやつ、確かに神様に沿って言ってたし。はい、で、神爪の里は戦国時代にあった村で、もしかしたら実在しなかったかもしれないと。お金が100銭。へそくり。さっきのこれだけ言っておきますね。神爪の里考察。神爪の里、これはそれはこの国をすべし神によって特に作らせられたものをするところ。良き力を持ち、乱世を切り開く宿命を背負う一族の政治。女子供に至るまで傑出した才能は時の支配者にまで尊重され、あるいは恐れられたという。一説には、イニシエの民の進路とも言われている。しかし、時の流れに一か積み、神爪の里は滅びた。今はただ、葉が暮れ山のふもとに、その痕跡をとどめるのみである。
あ、間違えた。マッチがうのかんの。うん。確かね、どっかにね、なんか、アイテムがね、あら、これ、押し花が知るやつは、この葉は弁慶草。薬草でござったか、使っても大丈夫なのか、と。ね、この弁慶草は、これですね、滞在体力を増やす、まあ、ドーピングアイテムですね。ちょっと、持ってきます。よいしょ。ではね、皆さん、ちょっと疑問に思った方も、おられるかと思います。では、戦国時代に滅びた神爪の里。で、その神爪の里の、武術を主人公が覚えている。てか、思い出した。じゃあ、主人公は何者ということですね。で、それは、葉隠山というところの、麓に、痕跡を留めるのみであるということなんですけれども。いや、カジシのおっちゃん。片橋の配当料知らないのかい？うん、知らない。簡単には指図を歩いてはいけないってことさ。今までは警察に捕まらなかったな。これからも気をつけろよ。勇気ある剣客さん。ね、突拍子もなさそうですけど、この人の顔ついてるんでね、後々ちょっと関わっていきます。で、これですね、葉隠山。マップ見たら分かるんだけど、奥の方にちっちゃくなんか屋根がとか家が2つあると思うんだけど、あれが神爪の里ですね。ちゃんとあります。見て分かります。よし。それでは、じゃあちょっと今回短いですけど、キリギンでこの辺で終わらせていただきたいと思います。ね、主人公がこれですね、聖典の方かまいたちを放つと、ね、特に主人公ね、技は特に全部技、必殺技名が全部肩というか全部肩がついてるんですけども、で猿飛びサスケとかうんぬんかんぬんとかいうのもありましたし、それは、重要者の話ですけどね。で、主人公がなんかそういう、ね、神爪流武術を思い出した理由などなど、次回で明らかになりますんで、よろしければ次回の動画をお持ちください。では本日の、動画の方はここまでとさせていただきます。チャンネル登録高評価などいただけましたら励みになりますので、よろしければお願いいたします。また、我々の、チーム3人でやってチーム、白米爆芽米 HBK で、やっていますバイオハザード6や、リーダーチームが、単発で上げている動画等々も、ありますので、そちらもよろしければお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さん、さよなら。